本日初めてとなる介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰および厚生労働大臣表彰を受賞される皆様方に心よりお祝いを申し上げます。我が国では介護サービスの需要が高まる一方、生産年齢人口は急速に減少していくことが見込まれ、介護人材の確保が喫緊の課題となっています。このため岸田内閣では昨年12月に介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージを取りまとめ、本年度よりこうした介護人材の確保に資する職員の待遇改善、人材育成、介護現場の生産性向上の取り組みが特に優れた介護事業者の方々を表彰することといたしました。今回受賞される皆様におかれましては、デジタルですとかテクノロジーを活用した介護現場の生産性向上、多岐にわたる職員の待遇改善、また多様な人材の活用、きめ細かい研修の実施などさまざまな創意工夫を通じ、介護職員の皆様の働く環境の改善に努められてこられました。内閣総理大臣として皆様のご尽力に心から敬意を表し申し上げますとともに、さらなる取り組みが進められますことを心から期待をしております。政府としては皆様の取り組みを全国に発信するとともに、介護人材確保の取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えております。結びに、受賞者の皆様方のますますのご活躍をご祈念申し上げまして、私のお祝いの言葉とさせていただきます。改めて本日はおめでとうございます。まずは絹田法務様、総理の前へお進みください。はい、表彰状、絹田法務殿。貴殿は介護職員の働きやすい職場環境づくりの実現に資する特に優れた取り組みに尽力をされました。この取り組みは他の模範となるものであり、その功績は極めて顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年8月24日内閣総理大臣岸田文雄。おめでとうございます。ありがとうございます。それではここで記念撮影をお願いしたいと存じます。はい、その正面のところでお願いいたします。じゃあこちらしましょうか。はい、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ続きまして、地域密着型特別養護老人ホーム笹津園、春日様、総理の前にお進みください。表彰状、地域密着型特別養護老人ホーム笹津園春日殿。駅伝は介護職員の働きやすい職場環境づくりの実現に資する特に優れた取り組みに尽力されました。その取り組みは他の模範となるものであり、その功績は極めて顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年8月24日内閣総理大臣岸田文雄。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。記念撮影をお願いいたします。はい、おめでとうございました。はい、
ありがとうございます。岸田総理はお席にお戻りください。